もこんにちは、旬ダイアリーのオクラです。今回はフォロワー2万人で偏差値45から大企業に内定された陰キャ先輩にお越しいただきました。今回は受かるガクチカの作り方を伝授していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では簡単に自己紹介をよろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして、陰キャ先輩と申します。僕はもともと21卒で就活をしてたんですけど、就活を始めた当初は書類選考、面接、3社連続落ちみたいな結構悲惨な就活を送ってたんですけど、そこからちょっと就活頑張ろうっていう感じで奮起して、毎日12時間カフェにこもって勉強したりとか、本屋さんに行って就活本100冊買ったりとか、就活塾の社長さんに週に2回ほど厳しい添削を受けたりとかっていうところをして、大企業内定することができました。今は第一志望のサンライ通信で現役社員として働いております。今回は就活は頑張りたいけどどう頑張ればいいかわからない人、大企業に行って友達とか家族を見返したい人が一気に書類選考で飛躍できるように、これまで培ったノウハウをこの動画一本に収めていけたらなっていうふうに思ってます。改めてよろしくお願いします。お願いします。今回特別に陰キャ先輩が実際に書いてくださったガクチカを動画初公開していただけるということなんですけれども、はい、動画の最後でもし解説する時間があったら解説、はい、していこうかなっていうふうに思ってます。ぜひ本編のメインパートを見た後に最後の総復習として陰キャ先輩のガクチカを使ってみてください。ちなみに今回ガクチカをはじめとした ES の作成に悩んでる学生さんに向けて、日本大学から大手通過率9割の最強 ES を無料でプレゼントします。実際に通過した最強 ES を参考にして、皆さんも周りの方と差がつく ES にしていただけたらなと思います。詳しくは概要欄をチェックしてください。まず陰キャ先輩がガクチカを作るときに意識していたことを教えていただきたいです。はい、まずガクチカで意識していただきたいポイントは2つあります。で、はい、1つが文章構成を意識してほしいなっていう点ですね。僕自身どういう風に文章構成を意識していたかっていうと、プレップ法っていうのを使っていました。これ知っていますかね。聞いたことはあるんですけど、あんまり意識できてなかったかもしれないです。ありがとうございます。プレップ法って、まあ、何の略かっていうと、ポイントリーズンエグザンプルポイントっていう形で、まあ、主張を言って理由を言って具体例を言って主張を言ってみようっていうような、まあ、文章の書き方、はい、話し方の型になります。あ、サンドイッチするんですね。あ、そんな感じですね。じゃあ実際にどういうふうに皆さんのこのガクチカにプレップ法を当てはめていくのか、ちょっと簡単に解説していこうかなっていうふうに思います。はい、お願いします。はい、じゃあまず、P の主張の部分の解説していこうと思います。はい、じゃあ主張の部分は基本的に皆さん同じだと思ってて、私が学生時代に頑張っていたことは〇〇ですみたいな形ですね。はい、でその後に人事さんもガクチカを初めて見るので、はい、なんでそれを頑張ったかみたいな、まあ、バックグラウンドとか理由が気になるところなので、次に理由とか、まあ、背景とかを入れていきます。はい、じゃあ続いてリーズンの部分の紹介していこうと思います。はい、リーズンの部分は、まあ、その取り組みに対してどういう風に頑張っていったかっていうのを伝えていきたいので、こうこうこういう理由で頑張りましたとか、これを頑張った理由はこうこうこういうことがあって、まあ、当時こんな問題を抱えていたので、まあ、自分自身が解決しないといけないんだなみたいなところを書けばいいかなっていうふうに思います。じゃあ続いて3つ目の具体例のエグザンプルの部分ですね。具体例の部分は僕は基本的にこのような形で伝えていました。先ほどのリーズンのところでガクチカの問題点を挙げているので、この問題を解決するために、まあ、2つの取り組みを実施しました。で、1つ目は例えば業務効率化です。業務効率化では具体的にこんなことを頑張りました。2つ目はお店の売り上げを上げるためにこうこうこういうことを頑張りましたみたいな感じで、その問題点を解決するための具体例を述べてました。ここがふわっとしてたら結局何やったか分からなくて、結果は分かったけどみたいなぼやっとしちゃうとかもありそうなんで、具体例が結構大事なのかなって思います。もう本当におっしゃる通りで、学生時代に頑張ったことで一番伝えたいのって、その人がどういう風に頑張ってたかっていうところなので、具体例はあればあるほどその人の頑張りとかが見えるかなっていう風に思ってます。それをしましたというより、何時間やりましたとか、どのぐらいの量やりましたとか、期間やりましたとか、頻度でやりましたとか、なんかそういう何かしらで多分数字とかも盛り込んだ方が良さそう。例えば業務効率化を1時間分の業務効率化を頑張りましたって伝えるだけで、はい、あ、なんかすごい頑張ってるんだなっていう印象も与えられるので、そういった定量データとかもいいですよね。で、結果最後、P の部分結論で、まあ、その結果自分はどういうアウトプットができたのかっていうところを最後に述べてほしいなっていうところで、まあ、その結果こんなことを達成できましたとか、売上を 20% アップすることができましたみたいなことを伝えると、人事さんにも分かりやすく伝わるかなというふうに思ってます。
先ほど2つっていうのがあったと思うんですけど、もう一つ残りの方を聞いていいですか。先ほどの小倉さんの話につながるんですけど、まあ、定量データとかあと訂正データを入れていくっていうところがめちゃくちゃ大事かなっていうふうに思ってます。あ、訂正もなんですね。じゃあまず定量データからちょっと具体例出していきたいんですけど、はい、評価されないガクチカの伝え方として、はい、例えばアルバイトを頑張りましたみたいなはちょっと、まあ、何を頑張ったのかとか、うん、まあ、どれくらいの実績を出したとかが分かりづらくて、はいはい、じゃあ逆に大手に内定する人たちってどういうふうにガクチカ書いてるかっていうと、飲食店のアルバイトで店舗責任者として売り上げを 50% アップさせましたみたいに伝えたら、すごいなんか頑張ってる感伝わりませんか。すごい一気にすごいですっていう感じで 50% アップとかっていうような定量データを入れると、はい、みんなの頑張りっていうのが伝わってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。じゃあそれでいくと、なんか売上向上とかって数字でめっちゃ表しやすいなと思うんですけど、例えばなんかそれ以外で頑張ったけど雰囲気が良くなったとか、あ、はいはい、まあそれこそ訂正的なことでしか言えないことってあると思うんですけど、数字って必要ですか。絶対必ずしも数字は必要じゃないかなと思ってて、はい、頑張ってるけど実際どれくらい業務効率化したとか売上アップさせたとかって見えないじゃないですか、はい、っていった時に訂正データが使えるかなと思ってます。でこれ例えばじゃあ具体的にどういうことを伝えればいいかっていうと、例えば、はい、最後の結論の部分で、まあ、上記の施策に取り組んだ結果、はい、売上を向上させ店長から〇〇さんのおかげでお店が活気づきましたというようなお褒めの言葉をいただきましたとか、こういうのだったらその定量データが分からなくてもアルバイト頑張ってたら言われる可能性があるじゃないですか。お客様になんかすごい笑顔が素敵だったねみたいな、はい、っていうところも入れると、初めてエントリーシートを読んだ人事さんは、あ、この人の人柄めっちゃ良さそうだなっていう風に思ってもらえるので、訂正データかも入れるといいかなっていう風に思ってます、はい。多分その訂正だけだとちょっとふわっとしてるところを、結果を定量で言えないなら過程はちょっと定量にした方がいいとか、要はその活気づいたって言われましたって言ってても定量には勝てないのかなってなんか思っちゃって、あ、はいはいはい、ってなった時にプロセスとかは、自分は課題をこう見つけてとか、このぐらい取り組んでとか、いちいち何人にこうやってとかの努力量というか行動量、プロセスのところでたくさん数字は落とした方が、定量データに訂正データだけだとちょっと勝らないのかななんて思ったんですけど、ああ、もちろん定量データがあるに越したことはないですね、はい、ただ僕も個別指導とかで、はい、そのいろんな学生さんが大手に行ってるんですけど、必ずしもその売上を 20% アップさせたから受かるとかじゃなくて、はいはい、そのエントリーシート内で自分の良さみたいなのを見せればいいので、確かに訂正データだけでも全然大手に内定してる人は見てますね、はい、ありがとうございます。ということで、一つ目がプレップ法を使って文章構造をまず意識するっていうのと、あと具体性を持たせるっていう、この二つのポイントを教えていただいたんですけど、まあ、さらになんか細かいポイントで意識していたことってありますか。それも二つくらいありまして、はい、一つ目がワンセンテンスワンメッセージかっていうところは僕は結構意識してました。なんかちょっと英語の授業で聞くような感じの一つの文章に、まあ、一つのメッセージを入れてこうみたいなところですね、はい。まあ、ちょっとここは大手企業の人事さんの立場に立ってほしいなって思ってるんですけど、はい、大手の人事さんって毎年エントリーシートが1万から5万通くらい届くんですよね。なんでそのみんなが頑張って書いてくれたエントリーシートを1分も2分もかけて読んでくれるんじゃなくて、はい、もう10秒くらいで落とすか受からすかみたいなのを決めてるんですよ、ね。へー、はい、ってなった時に文章が読みづらいと、はい、あ、もうダメだってなって弾かれちゃうので、確かに分かりやすい文章っていうところで、まあ、1つの文章に1つのメッセージっていうのを入れていくのがいいかなと。でここも具体例をちょっと用意してきたので、はい、お伝えしようかなと思います。まあ、ワンセンテンス、ワンメッセージ。良くない例としては、はい、例えば私の趣味は読書をすることと音楽を聴くことと美味しいものを食べてそれを自分で料理することですみたいに言っちゃうと結局なんだっけみたいになりませんか。初めのやつ忘れました、忘れましたよねっていうところなんですけど、逆にワンセンテンスワンメッセージを伝えるとどういう風になるかっていうと、私の趣味は毎日一人で図書館にこもることです、年間100冊ほど読書してますって言ったら、あ、この人、まあ、図書館にこもって読書するような人だなみたいなの印象ってすぐつくじゃないですか、はい、っていうのをエントリーシート内で心がけていってほしいなって思ってます。なんか2つ観点あるなと思って、なんか1つ目はなんか今の具体例だと多分言うことを絞った感じもあるなと思って、はいはいはい、読書なら読書だけにするみたいなところも必要だと思うし、さっきのプレップ法の具体例を言う時とかにも1つの文章に羅列するんじゃなくて2つありますとか3つありますとか言って1文ずつにするみたいなのが大事ってことですか。1つ目はこんなこと頑張って具体的にこれ頑張りましたみたいな、2つ目はっていう形でやるとめちゃくちゃ綺麗になると思います。確かになんか意識しないとこうやってそうしてみたいな
点でつないでいっちゃったりとかよくしますね。僕もあの就活の時に、はい、とにかく自分の書きたいこと自分をいっぱい見せたくて、はい、課題はこれとこれとこれとこれであってみたいな複雑な文章を書いちゃって結果大手企業の書類選考3連続落ちみたいなのがあったので、はい、やっぱり見やすい文章を心がけるのは大事かなと思います。はい、じゃあ2つ目お願いします。2つ目は、エントリーシートの設問の意図を理解してほしいっていうところになります。例えば、じゃあ今回はガクチカがテーマなので、まあ、学生時代に頑張ったことなんですかっていう設問で、はい、一番面接官さんが聞いているところって、はい、みんなどんな課題に対してどういうふうに頑張っていたかみたいなところを、まあ、聞きたいんじゃないかなと僕は思ってます。よくある、ガクチカの失敗例として、例えば私は学生時代こんなこと頑張りました。そこではこんな問題があって、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 これを取り組みました。 1,2 分だけこれを取り組んでこれを頑張りました。その結果売上が 20% アップしましたってなると、学生時代に頑張ったことの設問としてはみんなが課題に対してどういう風に頑張ったかっていうのを聞きたいのに、課題の部分をいつまでも述べてたら、はい、みんなの頑張りっていうのが伝えられないので、まあ、なるべく早い段階で学生時代に頑張ったことをたくさん書いてほしいなっていう風に思ってます。基準値としては学生時代に頑張った取り組みの部分はエントリーシート全体の 50% くらい、だから400文字あったら200文字くらいはみんなが頑張ったことっていうのを書いてほしいなっていうふうに思ってます。じゃあちょっとここで具体例考えていきたいんですけど、じゃあ皆さんがちょっと人事の立場になってちょっと聞いてほしいなと思います、はい、エントリーシートの取り組みの部分が、まあ、1文しかなかった時、例えば、はい、私の1つ目の取り組みとして売り上げを上げるために従業員と密にコミュニケーションを取りましただけだと、コミュニケーション取っただけかみたいに思いませんか？思います。ですよね。例えばここをもうちょっと取り組み量を増やすとどういう風になっていくかっていうと、私が頑張った1つ目の施策としてお客様のリピート率を向上させるために必ず挨拶をしました。具体的にお客様が来店された際には〇〇さんいつもありがとうございます、本日のメニューはこちらおすすめですがいかがでしょうかみたいなところのもっと具体的な取り組みまで言うと、あ、なんかこの人すごい頑張ってるなって思いませんかっていうところで、頑張った部分を1文とか2文で終わらせるんじゃなくて、もう3文4文書いてみんなが頑張ってきたことっていうのをしっかり伝えてほしいなっていうふうに思ってますっていうところで、このあたりを意識すると一人でもかなりクオリティの高いエントリーシートっていうのが書けてくるんじゃないかなって思います。僕も初め書類選考3社出したんですけど、はい、もう全滅でもどうしようってなってた時に、今お伝えした4つを意識したところ、はい、通過率として 80% くらいまでは達成することができたので、はい、皆さんも今回お伝えした4つの部分を真似していただけたらなっていうふうに思います。じゃあ実際にインキャ先輩が書いていたガクチカを見せていただくことは可能ですか？はい、もちろんです。今日のために用意してきました。ありがとうございます。じゃあここでちょっと僕がどういう思考でガクチカを書いていったかみたいなところを、はい、解説したいと思います。お願いします。じゃあまずちょっとプレップ法に当てはめるっていうところで、まあ、初め主張の部分ですね。新規営業訪問100件実施し協賛金を〇〇前集めたことですっていうところで、まあ、定量データと主張っていうところを初めに述べてます。その後リーズンの部分ですね、まあ、なぜ頑張ったかっていうところを書いてます、はい、でここでは、まあ、ざっくり説明すると、当時学祭の実行委員をしてたんですけど、まあ、営業をみんなしてくれなかったみたいなところがありました、はい、でそこでちょっとなんで営業難しいのみたいなところヒアリングしたところ、はい、まあ、営業の電話がけとか、あと営業先でプレゼンするのがちょっと苦手なんだよねみたいなところが分かったので、まあ、そういったところを今課題として書きました、メンバーの不安っていうのを払拭するために2つの施策を実施しましたっていうところで、ここからは具体例の部分ですねっていうところで、まあ、具体例の1つ目としては自ら先陣を切って、まあ、電話がけ10件しましたよ。でなんで10件電話していくかっていうと、みんなにもこう自分も電話がけできるよみたいなところを伝えたかったのでっていうような内容を具体例として挙げさせてもらってます。で、まあ、2つ目に頑張ったこととしては、まあ、プレゼンが苦手とか、あとどういうふうに電話対応すればいいかわからないっていうようなところがあったので、まあ、プレゼン資料とマニュアルの整備をしましたよっていうのを書いてます。で、まあ、ここでどういうことを頑張ったかっていうのは、まあ、具体的に過去5年間の資料を洗い出して100件以上の QA の追加を行ったみたいなところを書いてます。ここで自分自身の行動力とか整えられてないマニュアルとかをちゃんと整備できるよみたいな取り組みを伝えてます、はい、でまあその結果、まあ、みんな次の日には全員電話掛けをしてくれるようになって、まあ、前年度新規営業先が、まあ、30件しか電話できてなかったところを100件以上アプローチできたみたいなところで最後まとめを書いています。まあ、本当はここで全然終わらせてもいいんですけど、今回確か500文字のエントリーシートを提出してくださいみたいなところだったので、ちょっと量を増やすために、まあ、この100件以上アプローチできたもの以外にどんないいことが
があったかっていうのを最後述べてます。大学祭の運営費や来場者へのプレゼントが豪華になり、まあ、ありがとうというような感謝のお言葉をいただきましたっていうのは、あの先ほどお伝えした訂正データの部分を入れて自分頑張ってきましたよみたいなのを最後アピールしてました。おお、これが通るガクチカの、まあ、基本的な方っていうことですね。はい、そんな感じになりますっていうところで、まあ、定量データはちょっと難しいなっていう人は誰かから感謝されたメッセージとかを入れて最後締めるっていうのも全然手かなっていうふうに思います。ありがとうございます。何か就活生に向けてアドバイスやメッセージをお願いします。まあ、僕自身就職活動っていうのが、まあ、人生のターニングポイントかなっていうふうに思ってました。で、自分低学歴っていうちょっとまあハンデを背負いながら、まあ、書類選考とか出したんですけど、まあ、初め落ちちゃって、自分低学歴だからこれ落ちてるんだろうみたいな学歴のせいにしてたんですよね。だけどこういろんな本を読んだりとか先輩とかに聞いたところ、いやそれは学歴じゃなくて自分自身の書き方とか伝え方がおかしいんだよ、だから書き方とか伝え方まず直そうっていうところで、あの僕自身もあの書店に行って、あの大手に追加したエントリーシートとかめちゃくちゃ見てたんですよね。それこそ今回ゆかちゃんの最強エントリーシートとかあると思うんで、はい、そういったのを見て、あ、この人ってこういう表現使ってるのめっちゃいいなとか、自分はこういうことを思ってたけどなんかこういう視点も取り入れたらいいなみたいなところをどんどん入れていくと、あの書類通過っていうのは学歴がなくても受かるようになってるので、ぜひそこを頑張ってほしいなと思います。ということで、今回解説していただいた陰キャ先輩の X と、あと最近始められた YouTube SPI の解説動画、偏差値45から60にたった1ヶ月でっていうやつがあるので、あの概要欄に貼っておくのでぜひ見てみてください。はい、はい、ということで本日はお越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。では皆さん今日の動画を見て頑張ってください。せーの、じゃあな。